レスリー・中島は日系アメリカ人のジャーナリスト。元、UPI 通信社東京特派員。広島市への原子爆弾投下を1945年8月27日に世界に向けて初めて報じたジャーナリスト。二重国籍ではなく、アメリカ国籍を選択し、日本国籍を放棄していたが、戦争の影響により逆にアメリカ国籍を放棄することになり、 戦後は日本国籍のみであったが、終始アメリカ人と自覚していた。両親は広島県秋郡、二保島村出身でハワイ移民。父、ヨノスケの移民時期は不明。母、竹野は1895年移民、カウアイ島に住み結婚、当初サトウキビのお嬢を務め、後、カジヤをはじめ繁盛していた。1902年その長男として、レスリー中島が生まれる。 11人兄弟、10代で単身ホノルルに移り住む。アルバイトで稼ぎながら当時日系人の多くが通っていたプレジデントウィリアム・マッキンリー高等学校を卒業する。卒業後、ホノルルの法事士であるニップ時事で英文編集部記者となる。ニップ時事時代の取材記事として、ヨナミネカナメの電気、ウォーリーヨナミネ、 ザマンフーチェンジドジャパニーズベースボール2008年9月間に掲載されている。30歳を前に地元有力誌であるホノルルスター・ブレティンに移籍し政治やスポーツなど幅広く記事を書いた。そこへ父親が感激を前に家族で広島に引き上げることになり、レスリーも後を追う形で4年間勤めたホノルルスターを辞め、1934年5月日本へ。 向かうことになった。なお、国籍は二重国籍を選択せず23歳の時に日本国籍を離脱し、アメリカ国籍のみであった。1934年東京でジャパンタイムズのデスクに着く。38歳の時に東京出身の女性、8000代と結婚。しばらく勤めたが、日本国籍を放棄し、アメリカ国籍のみだったことがわざいし、 太平洋戦争前年である1940年5月、適正外国人を雇っているとの警察圧力により、辞職する。そしてアップ、東京支局に移ったものの、1941年12月、太平洋戦争勃発に伴い支局は閉鎖。当時渋谷にあった自宅では、警察から家宅捜索を受けた。当日妻は、肺結核にかかり入院し、年老いた両親は、 広島で暮らしており、養っていくためには、お金が必要だった。ちょうど国策通信社であった、同盟通信社の海外部部長道の区やん、洋之助が英語ができる人間を探しており、会いに行くが、レスリーには日本国籍がないことが、最大の問題となった。そこで、1942年1月日本国籍への、回復願いを、内務省に提出、5ヶ月後に認められた。 この時点でアメリカ国籍を放棄したことになる。そしてすぐに同盟に採用された。太平洋戦争中は昼は同盟に勤務し、夜はジャパンタイムズで臨時雇いとして働いている。米軍による1945年作成地図。両親の出身であるニホは右端の大きな川である沿江川下流カーブの左側、図中ニホ町表記の右上の集落にあたる。 両親は帰国後も日本に住んでいた。図でわかる通り日本は被爆による建物被害は小さかった。米軍撮影。爆心地付近である広島城付近から東方向を撮影したもの。左上が沿弧側でカーブの手前が日本に当たる。太平洋戦争末期になると東京での空襲を逃れるため、レスリー以外の妻と娘は広島に疎開していた。 広島では父、与之助が1944年に死去、母、竹野は、カズトとなっていた。後妻と娘は、友人のつてを頼って、広島原爆が落ちる2週間前に、長野に移転したものの、広島には母、竹野が一人残っていた。1945年8月6日、広島市への原子爆弾投下。母の安否を確認するため、 16日後8月22日に、き、広している。母は、無事だった。I arrived in, 広島 a ット0500 on August 22 to find out, about my mother who lived in the outskirts of 広島シティ in other w o r d s ホワットハドビーン a city of 30万 population had vanished? 文字通りかつての30万都市は消えていた。 アップ通信東京8月27日発、レスリー中島、レスリーは東京へ帰り取材記事を書きアップ通信の従軍記者に手渡しアップ通信東京8月27日発で配信され8月31日付、ニューヨークタイムズなどアメリカの主要メディアが取り上げている。なお2015年現在厚生労働省において原爆投下後2週間以内に、 爆心地から 2km 以内に入ったものを入試被爆者と認定しているため、レスリー自体は被爆者と認められないことになるが、8月27日付記事には、ウラニウムを吸ったに違いない、食欲減衰、疲労と被爆の影響を受けたと書いている。8月30日に、ダグラス・マッカーサーが来日、9月 GHQ の原爆調査団は、放射線による影響は全くないと、声明。 つまり、プレスコードが始まっている。The guest all is expected to reach 10万 with people continuing to die daily from burns, safford from the bomb, s ultra, violet days, アップ通信東京8月27日発、レスリー中島、アップ通信幹部からのリクルートにより、レスリーは1945年9月毎日、新聞社内で再開したアップ、 東京市局に復職している。戦後、自身のアメリカ合衆国の市民権復帰のために申請するも却下された。アップ通信幹部や他の新聞記者にも協力を頼み復帰を願ったが、1956年アメリカ合衆国国務省からの回答に従い断念している。以降も日本国籍でアップの地の UPI 通信東京特派員として1975年73歳まで取材活動を続けた。終戦後も広島への取材を続けていたが、レスリーの娘が原爆について問うと戦争を1日でも早く終わらせるためには仕方がなかったと答えており、思考はアメリカ側であった。記者引退後は趣味に行き、83歳の時に倒れ、晩年は 長女の夫が勤務医をしていた福島県いわき市の病院で過ごした。1990年12月8日死去、去年88。広島原爆の初の外信報道は長らく、ウィリフレッド・バーチェットの1945年9月5日付、デイリー・エクスプレスであるとされていた。そこへ1998年11月日本外国特派員協会発行の50年史である。 フォーリンコリスパンデンツインジャパンレポーティングエイハーフセンチュリーオブアップヒーベルズフロム1945ツーザプレゼントで紹介されたことによりレスリーが初であると判明した。現在の広島県及び広島市の資料にはレスリーが初として記載されている。ありがとうございます。